はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。じゃあ今日はフリーなんで釣りができるとこあるかな。北海道のお魚は美味しそうだな。釣り釣り、海岸がある、よし行こう。どこだ海岸、公園あった。海岸に着いたぞ。何をしようか。海釣りをする。海釣り用の竿を持っていないようだ。マジか、違うのかよ。じゃ散歩するしかない。ミカミックス、うん、釣りもいいがって別に釣りをしているわけではない。角中さんか。どこで釣りできるんだよ。じゃあとりあえず試合行きましょう。先発は藤岡、自分が6番になってんな。ブラゼルさんが DH で入ってるからか。よし、じゃあ一緒に頑張りましょう。ブラゼルさん、札幌ドームです。札幌ドーム、日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ16回戦の模様を。今誰か取ったのかボール。2階の相変わらずの負け越し。アウトロー、スライダーは外れてボール。フォークが結構落ちるか。スライダー狙い目だな。2だもんな。慎重に攻めてきます。このやばい、ちょっとタイミングがずれたのと、多分ボールだったな今。第4球をこれは組め外れて、ここはよく選びました。カウントは3ボール。これはこれは、おー、フォアボール。お、1点取った。そしてブラゼルさん打ってるな。これはちょっと際どい。2球目、このストレートは、ゲッツーシフトになってるか。カウントはワンボールワンストライク。これはちょっと打ちづらい。ドロップカーブがな、ちょっと打ちづらいな。来たドロップカーブ、これダメだ。ただ一気に点が入った。そしてピッチャー変わってる。イヌイか。縦のスライダー。第2球投げました。外角低め見送ってストライク。ちょっと追い込まれてしまったぞ。これは1球様子を見て、カウントワンボールツーストライク。さあ4球目。うわ、ちょっと待って。ボテボテの今ボールだったかどうだ。これでは5対4、1点差は厳しいからな。 A カーターとかいうやつになってる。ツーシーム141キロ、外国人だからツーシームを投げてくるか。低め際どい。スプリット、バッターよく見ました。カウントは2ボールノーストライク。これ打ったんやったりだ。あーマジか、掴みました。やばい、今日は打ってないぞ。そして逆転されてる。マリーンズ加藤翔平か。こいつをなんとかしたい。第9投げました。これは厳しい。150キロ、これはボールでしょう。際どいとこ投げてくるな。やっぱりめちゃ強だからな。タッチはセーフ。明らかに打率が下がってる。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。これ自分で盗塁の指示できんの。もうカウントは2ボール1ストライク。警戒されてんな、やっぱり。一塁へ牽制球を送ります。タッチ牽制が多い。クロッタ再三ランナーを牽制します。気にするね。タッチセーフ。第4球をこれ打ちました。よしよしよし、走れるか。フェンスが高い。フェンスが高いよ。ここ帰ってこい。さすがダイソー出しただけある。え、マジ大丈夫。オッケー。最終回で追いつきました。追いついた。フェンスが高い。変なボールがあるんだけど、何あれ。勝った？オッケー。これは俺が火蓋を切ったっしょ。よしよしよし、ナイス。今江。まあ今江さんにヒーローを譲りましょう。多分点を取ったのは今江さんですからね、決勝だ。2期1勝。あー、中田がいるのか、ファイターズ。4の1だけど、まあ、よしよしよし。確かに流れが変わった。オッケーオッケー。ファンが45人増えた。ファンってこう、ちょこちょこ増えてくもんなの？とりあえずお出かけ。ショッピングモールだってな、ないしな。海岸、これ確かに完全に海だな。
川釣りとかの方がいいんだろうな。肉じゃが顔設定を変更することができます。クリニック整形外科か高そう。商店街、鉄火焼き、鉄火巻き、鉄火巻きか。ちょっとじゃあショッピングモールもう一回行ってみよう。海釣り用の竿なんて売ってないだろう。まだ船釣り用竿だし。船釣り大会必須。船釣りってどこでできんの。船釣りしたことないんだけど。趣味を広げるか。じゃあちょっと麻雀買おう。お金ないけど。オッケー、22万円になっちゃった。よしよしよし、もうフリーの日は趣味を広げていきましょう。日ハム戦、今日が最終日か。日ハム戦は涌井か、心配だな。第17回戦、お、今日は先制してるっていうか、まだ相手の攻撃になってないからか。ツーシーム、キサヌキツーシーム投げるんだ。これは低め外れて、カウントは2ボールノーストライク。第3球を、あー、これ外れるな。おお、ギリギリ。カウントは3ボールノーストライク。次が4球目、あー、ちょっとボールだった。今高めだったから狙っちゃったけど、距離は出ていません。掴んでこれで3アウトになります。あとは抑えてくれるかどうか。お、1点取られたチャンスだ。いいのが出てんな。これ打てば多分帰ってこれんぞ。ここはよく選びました。これ超えるか超えるか超えるか。おっとエラーじゃないよね。エラーマジでエラーか今の。まあいいや、とりあえず点が入ったから。第9投げました。初球見送ってストライク。でも今のエラーってつけられたらちょっとかわいそうだな。バッターよく見ました。結構ギリギリの感じがしたけどな。ほい、しまった。打ちました。三塁線の頃、ゲッツー。あ、ゲッツーどころか、ツーアウトか。スリーアウトチェンジ。お、なんか気球が飛んでる。四対一。マリーンズ。パワフルプロ野球。こんな飛行船飛ぶ。ぐおほほほ。すげえ。十対一。第九。マクイも一点で。抑えてるか。第二球。これは外側スライダー。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球これは大丈夫でしょう。スクリュー。アウトコース低め。外れてボール。カウントはツーボールワンストライクです。これも外側。内角低め。内角だった。スクリュー外れてボール。カウントはスリーボールワンストライク。これど真ん中じゃん。やったー。ど真ん中失投でしたね。25号。よしよしよし。今日はいい感じだ。チームもいい感じだ。14対1。また回ってきた。第9。ほい。初球出た。おっと、これこそゲッツーになる。二塁送球、二塁送球。わあ、やってしまった。スリーアウトチェンジ。まあ、しょうがない。7回の表が終わって。大勝。大勝しました。今日はデスパイネ4打点。枠もいいんじゃないかな。何回まで投げてたかわかんないけど、1点に抑えてくれたかな。珍しく。涌井ようやく3勝。13敗。うわっ怒られた。マジでこれ厳しいよ。パワーが1上がった。監督の評価なんでファンが減るんだよ初球アウトに厳しすぎる。監督もファンもそんなに気にする項目かな。いよいよゴールデンイーグルス。よし、チームが調子いいからな。今石川も絶好調。ブラゼル DH。 よし行きましょう。コボスタジアム2階。こいつはどんな感じだ。ストレートに送ってストライク。1球目から打つと怒られるからな。あいつまた1球から打ってるよってファンにも怒られるからな。とか言ってるうちに追い込まれてしまった。第3球を。これは外側カットボールか。カットボール狙い目だな。第4球を。このストレートはギリ
ダーと打ちましたボール、ボール球だったな。アウト、これでワンアウト。よしよしよし、1対0。これはちょっと見ましょう。やっぱり投げました。おお、際どい。ここはよく選びました。第2球ストレートは投げました。低め、外角、ストライク。ずれたか。第3球をこれはほい、よーし、行ったのか、ホームランか。オッケー、第26号ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。オッケー、お、すごい珍しいアングルだ。レフトスタンドは楽天のあれか1点入れられた。3対1。第9投げた。これはギリギリ、まずはインロー。第2球、カットボールだー。打ちたい、打ちたい。うわ、やばい、これ絶対アウトになる。また初球アウトだ。これでワンアウト、ランナーはありません。ただ1回だな、初球アウト。それ以降になったらちょっと気をつけよう。第9、これはスクリュー、グラゼルさん打ってんな。さあ次の、これはインコース高め、インコース、ギリギリインコース。そんなにギリギリじゃなかったけど、これ見ましょう。3球目ストライク。さあここから行くよ。振り返って2塁牽制球、2塁タッチはセーフ。次これ4球目どうだ。レフト、まあいいや、戻ってこい。グランデスさん足遅いなそりゃそうか。タイムリーツーベースヒット、アリーなおもチャンスが続きます。よーし、カキーン。なんかもう少しリプレイアングルなんかちょっと見づらい気がするな。余裕よし、今日も快勝。オッケー、石川。今日のヒーローは勝利投手の石川。本当に今日は大活躍でした。投手陣の調子がいいな最近。投手が踏ん張ってくれればな。よしよしよし。オッケーオッケー。いろいろもらった。4連勝か。ファンがまた増えた、戻ってきてくれた。お、見事成功した。マンスリーサッカー1、いろんな経験値、パワー経験値かなり上がった、ミートかなり上がった、走力かなり上がった。よしよしよし、またか。最強助っ人に並べ1、打点を6試合連続で上げる。なるほど、なるべくみんな塁に出てほしいな。そうすると今日はフリー、宮城県か。ちょっと宮城県がどんなところか見てみましょう。ほい、川岸があるな、川釣りができる。そうだな、ゴルフは持ってないからな。よし、川岸へ行きましょう。じゃあ川岸はどこ、ここ。川岸に着いたぞ。船釣りをする。よし、行ける。ちなみに今日は船の活性が良くないぞ。そうなの、え、戦略よくわからない。釣りとか全くわかんないかな。普通でいいや。なかなか浮きが動かないな。あれ、まだ食べてなかったか。難しい。うおお、下手っぴすぎる。結局坊主だった。坊主って何、一匹も釣れないってこと。疲れるんだマジかちょっと今日が楽天戦の夜だから、結構厳しいな体力的に。成瀬か。よしよしよし、今日も勝ちたい。楽天コボスタジアム。1点入れられたか、成瀬。第9、これは結構狙い目とか思ったら高く外れた。第2球シュート投げました。もう入らないね。カウントは2ボールノーストライクです。
第3球をスライダーか。投げました。ストライク。あんまりコントロールが良さそうじゃないなこいつ。次が4球目。チェンジアップ。投げました。チェンジアップだね。カウントは3ボール1ストライク。フォアボールなんじゃない。投げました。ほい全然ダメ。落ちる球に全くタイミング合いません。うん、緩急つけられるとやっぱ厳しいな。このシュート、よーし。やっぱねこう横に流れるやつは打ちやすいっすね。ホームラン、イエーイ。シュート回転カキーンと。レフトスタンドは楽天観客。ただ1点また取られちゃったよ。第9投げた。ボール。シュートないっぱい投げんなこいつほいシュートすごい打ちやすい、やっぱりオッケーオッケー。2連続ホームランかもだな2打席連発。シュートを完璧に捉えました。イエーイ。カキーン。どうだい楽天ファンの皆さん。こんなこと言ったら楽天ファンにマジ怒られんな。ピッチャー変わってる。投げた。外角低め。こいつもシュートもしか。慎重に攻めてきます。これは第2球。外角高めいっぱい。ストライク。厳しい。第3球。あ、しまった。投げた。ボール球だったな今。ボール球打った。レフトフライ。飛距離は出ていません。しょうがない。岡島余裕があります。ポテンポテンと一塁ランナーこのまま。うおーマジか。これもう成瀬勝利投手の権利ないんじゃん。わかんないけど8回だしな。ピッチャーがどうなってんだかわかんない。これから2球目。ボール。これは完全なボール球。カウントは2ボールノーストライクです。これどうどう。オッケー調子いい今日は。29号。よしあと頑張れみんな。イエーイイエーイ。奥井だ。これもレフトスタンド。絶対これボール取れないよねみんな。よしよしよし勝った。オッケー3ホームラン大活躍。いやー今日はカモでしたね。みんなやっぱシュートが打ちやすかったですね。さあ勝利投手は2期とかいうやつになってる。ナルセはダメだったか。 OKOK。 うん、コボスタ宮城5連勝いい感じだ。ファンめっちゃ増えた。うわ体力が立てやばい。お角中さん行きましょう。ちょっと体力やばいんで最高だ。よしよしよし、やったやったやった。貴重だ。少し遠いけど松島にでも観光に行こうか。お疲れるなよこれ。おおあお疲れ、されたやったー。みんないい人だ。さあ楽天戦試合の前にちょっといい時間かなんでまあちょっと絶好調になってきた感じがするので、今回はこれで終了したいと思います。